いや、今日も授業終わったな。あれ、え、どちらさんですか？高専テクノゼミの川野です。あ、今日来てくれたんですね。あ、そうです。ちょっと今日山口まで来てみました。茶番終わりですね。会う約束したんですけど、今日ね、初めて来てくれてめっちゃ嬉しいですね。いや、めちゃめちゃすごいですね。そう、カメラ待ってますよ。ずっと見てちゃダメですよ。めちゃくちゃ見てた。高生から主婦の方までやってるんですね。あ、そうですね。大人の方も時々いらっしゃいますね。年に数人ペースで。中見てみますか？あ、ちょっと見ていいですか？あ、どうぞどうぞ。行きましょう。はい。じゃお願いします。あ、どうぞどうぞ。入ってください。こんな感じです。あ、どうぞ。うわすごい。ちょっとね、仕事とかが立て込んで散らかってるんですが、どうぞ。いいですか、そのとこ見せて。あ、大丈夫です。やばかったらカットします。こんな感じですね、中の。うわ、え、オレンジめっちゃ綺麗ですね。あ、そうですね、オレンジちょっと貴重なんで、貴重というか元にしてるんで。あ、そうですか。あ、そうなんです。頼んで、ちょっと縁とかはオレンジとかにしてもらっていいですかっていう風に、建築士とか設計士さんと一緒に話して、そう、ちょうどお隣がそういうゼネコンの会長さんやってる方で、そのまままるっとちょっと勉強していただいて、リーズナブルにやってもらいました。こんな感じです。え、すごい。ここ僕171cmで、これ谷先輩、谷さん、あ、僕か。5、6回ぐらい単行部できました。ですよ。これ元々あったアパートをですね、部屋、壁ぶち抜いて2部屋を一色段にしたんですよね、実は。ちょっと進んでいただいていいですか？すみません、僕の書斎がちょっと汚いんですけど、ここですね、あそこあるじゃないですか。あそこ元々壁だったんですけど、そうなんですよ。で、ギリギリ法律とかをちゃんとチェックして、あ、ぶち抜いていいよねっていうのを確認して。すごい。そんな感じです。めちゃめちゃ面白いじゃないですか。ありがとうございます。こんな感じです。あ、オレンジ貴重にさせてもらってますね。ここであれですね、集団とかでホワイトボード。ああ、え、ここに谷。あ、そうですね。ゼミのなんか輪行みたいな感じで、寺子屋形式みたいなゼミみたいな感じでできたらいいなと思って、集団の時はここでみんなで椅子囲ってやる感じ。個別はあそこですね、あそこに座ってもらったり、あそこの向こうの自習室で、マンツーマンでやる形ですね。あ、向こうが自習室。あ、そうですね。こっちが集団。そうですね。その時に応じて、雰囲気に応じていろいろ使っちゃってますけど。こんな感じでちょっと、そうですね。あ、どうぞどうぞ。いいですよ。ちょっと洗剤とかがあるんで、ちょっと荷物囲ってますけど、そんな感じです。ここ自習室とか、映像授業の子とかもいるんで、そこでタブレット使ってもらったりしてますね。冬季講習とか。あ、とか、冬季講習だけ受けに来る。でもちょっと僕に対面に会ってみたいみたいな方とかですね。すごい、なんか全部に資金タブレット。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。これでやらせてもらってますね。椅子も僕こだわってて、よく硬い椅子とかあるじゃないですか。個人経営の学校の椅子みたいな。あれ僕あんま好きじゃなくて、やっぱずっと座るものだから、ちょっと泣きながらお財布を開いて。これ何着あるんですか？30着ぐらい買いましたね。こんな感じ。あ、どうぞどうぞ。まあ、そうですね。やっぱり浪人生とかも時々来るんで、やっぱり長時間座るので、やっぱりいいものというか、ふかふかなものがいいなと思って。こんな感じでやらせてもらってますね。すごいです。今日この撮影ですよね。あ、そうですね。動画何本か撮りましょう。よろしくお願いします。頑張りましょう。